ネル。はい、今回ですね24卒向けのサマーインターン選考のポイントということでお送りしていきます。6月からですね24卒向けサマーインターンの選考始まっていくところが多いんじゃないかなと思います。で、多くの学生さんにとってこのインターン面接がいわゆるまあ就活での初めての面接になっていくかなというところで、今回このサマーインターンの選考について解説をしていきます。まず1つ目、選考のポイントですね。基礎的な思考力、コミュニケーション能力など今まで行ってきた努力が重視され、ビジネスでの活躍可能性が高いかどうか判断して選考が行われます。で、まあ、それもそうなんですけど、ビジネスレベルが高いかどうかは正直そこまで大きな要素ではないかなと思いますね。結果的に長期インターン経験者の方とかがいい評価を得ていたりすることが割合としては多いので、ビジネスレベルが比例するっていうふうに思われたりするかもしれないですけど、どちらかというと、まあ、そのまさに思考力ですとか論理的思考力ですね、あとは結構長い時間ワークをすることになったりするところが多いので、チーム全体で高い成果に向かってやっていけるみたいな、その協調性というか、ただ時にはしっかり主張しなきゃいけないみたいな、その芯の強さ、意志の強さみたいな、まあ、そういったところのバランス一番見られるんじゃないかなと思います。ただ論理性ないと多分一次選考のグループディスカッションとか集団選考でバッサリいかれると思いますんで、一番最初はなんかその論理的思考力鍛えようみたいな風になっていく方が多いかなと思いますかね。で、次、24卒就活生からのご質問です。インターンの面接と本採用（本選考）の面接では人事の見ているポイントは異なりますか？異なりますね。大半はすんごく端的に言うと、サマーインターン選考の方が能力重視ですね。現時点の本選考の方がプラスアルファなんかカルチャーマッチというか、会社にとってマッチしていそうかどうか、マッチ具合を要素としては強く見てるっていう違いがありますかね。次、2番目、面接対策。インターン面接でよく出題される定番の質問、要はよく聞かれるものの4つですかね。志望動機、インターンを通じて学びたいこと、自己 PR、 ガクチカ、まあ、どれも基本的な質問なので、しっかりと自分の中で準備して答えられるようにしておいていただければというところです。で、また24卒の方からのご質問を2ついただいてまして、1つ目、面接練習では回答を丸暗記している成果、セリフのような話し方になってしまいます。面接官と会話するように回答するポイントありますか？どうでしょうか、本さん。これはよくいますよね、覚えてきたこと喋ってるな風の学生さん。まあ、もちろん緊張もしてますし大変だと思うんですけど、どうすれば会話っぽくなるかっていうアドバイスがもしあれば。まあ、練習ですよね。実際に社会人の人とか大人と何度も何度も、そうするとなんか自然と会話できるようになるというか、言い慣れてないことをなんか言うから片言みたいになっちゃうんだと思いますけどね。例えばですけど、ドックさんのビジネスモデルについて聞かれたら、どっからどういう質問されても会話のように答えられるわけですよ、はい、今まで何回も説明してるから、はい、なんだけれども、じゃあドックさんの法律系の話だったりとか全然無知な領域で質問されたら、はい、ちょっと待ってくださいねみたいな感じになっちゃうわけですよ、はいはいはい、謝罪動画が棒読みだったみたいに要は話し慣れてることにしちゃえばいいんで、練習したら会話みたいになりますよっていうところと、会話みたいになることを目標に練習するっていうところですかね、はい、あとは思ってる以上に形式ばった話し方をしなきゃいけないっていう先入観を持ってる人、結構やっぱり学生さん多いかなと思っていて、確かに、はい、就活ってそういうもんで、こういう風に話さなきゃいけないみたいなセオリーに乗っかろうとしすぎると思うんですけど、本選考とかね、で固い会社だったらまあそうかもしれないんですけど、結構サマーインターンの場って社員もフランクに出てきますしっていうパターン多いので、うん、はい、ありがとうございますって言うんですけど、普通の会話でそんな話し方しないですからね、うん、あとなんか失敗しちゃいけないとか、想定外の質問されたくないみたいな恐怖心から、相手に付け入る隙を与えないように覚えたことを完璧に話そうみたいな意識が潜在的に皆さん出てくるので、なんか多少突っ込まれて答えられなくても、まあそれはそれで夏に本選考に向けての練習だよねぐらいに思えたりとか、まあ、ちょっと難しいと思うんですけど、できるだけ心の余裕持つようにするといいかもしれないです ね、それは難しい話なんですけどね。僕も大学生の時に社会人にそんな言われたら多分固まっちゃってただろうし、まだ覚えてるのは大学生のインターンの時に、とあるクライアントさんの営業で、簡単に言うとここに広告載せたら何件問い合わせ来ますよって言ったのに、ちょっといろんななんか大人の事情があって10分の1ぐらいしか反響がなかったと。でその会社の役員に呼び出されて、なんでなのなんでなのって言われた時に、もう汗ダクダクで全然熱くないのに頭真っ白になって、で1時間ぐらいこう3人ぐらいに囲まれて詰められた時に、いつもは流暢に喋れてるのがここまで自分は喋れないんだっていう、帰りのエレベーターでそっちに逆にへこんだんですよね。あ、自分はもう慣れたわもうぐらいに思ってたのに。なんで大学生の時ってそんなもんなんだなっていう、慣れろっていうのは難しい話ですけど、場数ですね。そしてご質問2つ目、質問の意図が分からなかったり答えに詰まってしまった場合は少しお時間をくださいと答えても印象悪くなりませんでしょうかと。ならないですね。特に本当夏のインターンね、就活生の皆さんのスタート地点だというふうに会社側も認識しているところがまあほとんどですんで、ほとんどというか全てですかね。そこ分かってない人事いないと思いますんで、会話だったら何でもいいですよね。だから友達に、鴨本さこうこうこれどうなのって言われて、友達でもたまに
ちょっと待ってね、それはね、みたいな、はい、あるじゃないですか。ありますね、うん、あります。これでいいんですよ。ここまで砕けてなくてもいいかもしれないですけど、あ、少々お待ちください、みたいな感じでいいんですけど、はい、友達だったらこうするねっていう、それだけなんですけど、うん、でしかも分かってもいないことをしどろもどろ答えて論理破綻するより10秒20秒待ってもらってクリティカルな回答もらった方がこちらも分かりやすいですし評価しやすいので、正直にねそう言ってくれるのはいいんじゃないですかと思ってます、サマーインターン頑張れっていう動画ですか。はい、DM もね、サマーインターンエントリー募集してますんで。どんなことやるんですか。基本的に丸3日間で経営企画していただくっていう、まあ、事業立案でもいいし既存事業の手こ入れでもいいですし、うん、新規拠点ここに開設しましょうの提案でもいいですし、会社良くするための提案なんでも作っていただいて、で基本3日間私ベタ好きでやってますんで。人材の質が低いから人事部長を外すべきですって言われたらどうするんですか。スライドに入れてるんですよ、こういう提案でも OK です。先にそうやって逆に保険貼ってるんじゃないですか。バレましたね結構はい、がっつりやってますんで、よろしければぜひ。ということでサマーインターン会です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。